どうも皆さん、マーシャです。というわけでマーシャをお送りします。バンズイ。はい、というわけで今日で今年最後の日となりました。早速でございますが、1月のガルパの確定情報であったりとか、あとはイベント、星音予想をしていこうと思います。まずは1月の誕生日キャラからでございます。1月7日うちの娘のね、あのつぐみちゃんが誕生日でございますのでね、私もちょっとつぐみちゃんの誕生日限定ガチャはね引いて当てようかなと思っております。続いて1月13日はレイヤさんの誕生日でございます。1月はちょっと少ないんですけれども、この2人が誕生日となっております。続いては1月の復刻ガチャでございます。昨年の正月限定ガチャ、豪華絢爛ニューイヤーパレードガチャでございますね。あまりいい思い出はありませんけれども、星音としては港幸奈さんや市ヶ谷有沙ちゃん、そして星さんには瀬田薫先輩がいるという、ガチャの内容になっております。最近の復刻時期を考えると、このガチャは1月下旬頃に復刻されるんではないかなと思います。続いては1月のイベント予想でございます。1月はこのようになるのではないかと予想しました。はい、まあね、まだねちょっと迷ってはいるんですけれども、今から開催予定の正月のど自慢イベントですね、まあこれは毎度おなじみ正月の混合イベント、これが終わると僕はね、ハロハピの箱イベがやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよね。9月末が最後でしたからね。まあそう考えると、まあハロハピの箱イベが妥当になってくるのかなというところと、まあそれが終われば1月21日頃から、まあ混合イベント1回挟みまして、まあこのイベントでハロハピの新カバー楽曲ハッピーマテリアルが実装されますので、まあおそらく星4メンバーに1人ハロハピメンバーがいるだろうというところですね。でそれが終わると1月末、ここはね毎度おなじみバレンタインイベントなんですけれども、ここはね今年はちょっとねモルフォニッカーどうかなってちょっと注目してるんですよね。やっぱりあの2勝以降箱イベ開催がないモルフォニッカー、まあしかもね実装してまだねこう期間限定メンバーっていうね、まあドリフェス以外のメンバーいないので、まあそうなってくるとそろそろモニカ初の期間限定が出てもおかしくないよなっていうところで、ちょっとまあバレンタインはどうなのかなというところで注目してるんですけれども、ただハロハピの可能性も十分あって、やっぱり9月末が最後のハロハピもねまたバレンタイン候補なんですよね。ただやっぱりまあバレンタインイベントが箱であるならば、やっぱりハロハピかモルフォニカが最有力候補になってくるのかなとは思いますね。そして最後は皆様お待ちかね新規星音予想でございます。1月誰が星音として実装されてくるのか、また期待度マックス星5で予想していこうと思います。まずは期待度星3のキャラクター、松原かのん、氷川ひな、倉田真塩、八潮瑠衣でございますね。どうしてもやっぱりハロハピとモインカの箱イベがねあると思ってると、松原かのん先輩、倉田真塩ちゃん、八潮瑠衣ちゃんは期待度がね上がってくるんですけれども、ただこれから紹介するキャラクターの方がやっぱりまだ期待度が上になってくるので、どちらかというと、まあ、この3人は可能性は低いけれども、もしかすると星音があるかもしれないなというレベルだと思ってください。で氷川ひなちゃんはそろそろ、まあやっぱり7月末が最後でしたからね、今後とかでもしかすると実装があるのかなとは思ってます。続いては期待度星4、鶴巻心、山吹さや、氷川さよ、パレオでございますね。まあちょうどこの4人ともこの夏最後に星音になったメンバーたちがずらりと並んでるんですけども、まず注目なのがやはり鶴巻心ですよね。6月末が最後ですし、やはり限定鶴巻の異名を持っている鶴巻心が、まあ、バレンタイン限定で登場してくるかどうかっていうところが注目でもありますし、自分は頭が痛いですね。あとやっぱり他のキャラクター、山吹さやちゃん、氷川さよさん、パレオちゃんとかは今後イベントもそうなんですけど、おそらく1月末にキラフェス限定が、ね、あると思うので、そこでどうなってくるのかちょっと注目したいキャラクターとなっております。そして最後は期待度星5のキャラクターでございます。北沢はぐみちゃん、奥沢美咲ちゃん、双葉つくしちゃん、霧ヶ谷とうこちゃんでございますね。もうこの4人はね僕の中でかなり熱いですね。やっぱりハロハピの箱イベまたは混合イベントでハロハピのメンバーが実装される可能性がありますので、奥沢美咲ちゃんと北沢はぐみちゃんは6月が最後ですからね、もういつ実装されてもおかしくない状況になってくるんじゃないかなと思います。あとは次回のモインカの箱イベですよね。やっぱりねそのモインカの箱イベでは霧ヶ谷とうこちゃんと双葉つくしちゃんが、期間的にもそしてこの組み合わせ的にも、まあ、一番最有力候補になってくるんじゃないかなと思いますので、この4人はね自分の中でかなり熱いですね。そして現在的中率 100% 期待度マックス星5をぶち抜いたキャラクターが今月もいます。瀬田カオル様でございますね。まあ、ちょっとこれはね皆さん説明させてください。実はね瀬田カオル先輩って今ハロハピの箱イベの星音でもうずっと出てないんですよ。もう本当に一番最後がソフトボールイベントで1年以上出てないんですね。なので次のハロハピの箱イベでは絶対瀬田カオル先輩が出てくると思いますので、お願いします、出てください。